やろうと思っていることもあるので、ファッションと並行しながら具体的な部分は言えないですけど、っていうものを模索しながら、準備していたっていうところですね。そしてそれが、今のものづくり、ファッションにおいてるものづくりっていうものに対して少なからず影響を与えてるっていうふうに思います。そのデザインの部分で。なぜオーバーサイズをやるかっていうのも、まあいろんな意図があるんですけど、例えばですけど、私はまあ、かなり以前、まあ今から約10年近く前とかからもうすでにそういったことをやってるんですけど、その時はまあいわゆるここまで、そういうまあストリート的な要素っていうものがあまり世の中で蔓延してなかったので、そういうテイストのビッグシルエットといいますか、そういったことを行っていたんですけど、今は全く考え方が違っていて、大きな服っていうのは、大きな人も小さな人も着れますし、ただ小さな服っていうのは大きな人は着れないですよね。いかにそれを、私はそのパタンナーっていう、ポジション出身なので、そういったところから、そういった観点からいろいろとテクニックで余計な布はきちんと処理されていて、平面的に見えるかもしれないけど、実は切り取り一体的に見えるような、そういう、ビッグシルエット、まあ、いわゆる私は、キングサイズっていうふうにそれを表現してるんですけど、今はだから世の中のいろんなブランドが行っているただ大きい、大きなサイズとのちょっと違いっていうものを感じていただけたら嬉しいなというふうに思います。シンプルはもう多分退屈な服なんでしょうね、きっと。でミニマルっていうのはそこに面白さのある、削ぎ落とされたデザインなので、シンプルな服はきっと見ても何も感じない服でしょうし、ミニマルな服っていうのはすごくそういうあからさまにデコラティブな主張はないけれども、強い何かそこにある、そこにデザインがあるかっていう違いだと思います。